はい、こんにちは、シノモーターズです。本日も動画をご覧いただき誠にありがとうございます。本日ご紹介させていただきますのは川崎 ZRX400 です。こちらの車両ですね、まずカラーリングは E4 カラー、そしてですね、特徴的なアップハンドルとメッキ集合感、各所ですね、カスタム済みの車両という形になりますので、早速ですね、ご紹介させていただきます。まずですね、ヘッドライト周りです。こちらピオバイザーですね、懐かしいですね、こういったものもついております。あとはクリアウインカーに、ゴールドインナーの、フロントフォークですね、あとはですね、フロントフェンダーに大きな割れなどはないですね。少しここに、傷の方ありますけども、割れではないので大丈夫そうです。ホイール周りのですね、大きな曲がり、腐食等もない車両となっております。はい、あとはですね、エンジン周りです。ヘッドからのオイルにじみやオイル漏れ、こういったものもございません。ガソリン漏れなどもない状態です。ビートのゴールドポイントカバー、そして特徴的なメッキ集合感ですね。こちらも後ほど音の方はご紹介させていただきます。またリア周りですね、こちらもですね、ゴールドホイール、大きな曲がり腐食等はない状態です。あとはですね、フェンダーレスキットに、反対側回っていただきまして、茶色のタックロールシートです。ちゃんとしっかりとですね、アンコ抜きされてますね。大きな切れや破れなどはございません。あとはグラブバーなどもですね、装備されている機種です。タンク等のですね、大きな、へこみや傷などはなさそうですね。大丈夫そうです。はい、ではタンク内です。はい、タンク内のですね、大きな錆腐食等はございません。ではエンジンの方を始動していきます。はい、ピアガニも良好です。ではマフラー音ですね。こちらですね、カスタム、とてもですね、バランスの取れたカスタムという形になっております。特徴的なアップハンドルですね、こちらもですね、おすすめのポイントという形になってますので、ぜひですね、おすすめの一台となりますので、皆様のお問い合わせお待ちしております。